いただきありがとうございます。今回はですね、こちらのフェニックスアスカといいます、3LDK のお部屋のご紹介なんですけども、見てください、この大きなカウンターキッチン、もうこっちのね、キッチン部分、めちゃくちゃ大きいんですけど、ここからもですね、やっぱりお料理しながら、僕のね、ご家族の生活をしている様子とかが伺いながら、使うことができるということで、やっぱりカウンターキッチン、素晴らしいですね。カウンター部分がものすごく大きいので、こうやってお料理とかね、できたものを置いていって、こっちからね、ご主人様が受け取って、テーブルに持っていくみたいな姿が想像できるんですけども、で、ものすごくこちらのリビングもですね、めちゃくちゃ広いので、もう本当にもうレイアウトが自由自在ですね。で、こちら、バルコニー。ここもですね、3LDK のマンションですので、めちゃくちゃ広いです、バルコニーも。めっちゃ広いです。奥行きもですね、この幅も広いので、もう本当にお洗濯もめちゃくちゃしやすいですね。早速ですね、やっぱりこのキッチンのね、こっち側が気になると思いますので、どうぞね、見ていただきたいと思います。ドーンと。これめっちゃ広いですね、本当に。流しのこのシンクのスペースも、この調理スペースもですね。キッチンも IH、これね、3口ついてますので。3口あるとね、もうお鍋とこう焼き物とね、いろいろ使い分けできますので。で、こういうね、上のスペースもありますし。こういうところもですね、こういう形で、流しとか分けていただくようになってますね。で、この、反対側、物収納のパントリーですね。これで食品とかね、もういろいろ保存食とか置いていただくのには、本当奥行きもめちゃくちゃありまして、使いやすいですね。で、隣がですね、この玄関からこっちに入るようになってまして、これ、なんですか、これめっちゃでかいですね。うわ、すごい。何人分入るんですかね。この靴、めっちゃ持ってるよっていう人には、めちゃくちゃいいですね。もう全て広めにね作ってあるんですけども、この洋室ですね、洋室のクローゼットと天井がねめちゃくちゃ高いんですね。もう背伸びしてももう全然天井なんてもう届かないぐらい高く作ってますので、ものすごく開放的に感じますね。で、こちらはお手洗いですね。お手洗いもね、ちょっと高級感のある、ね、いい感じのものをね、入ってますので。よいしょ。で、これも見てください。洗面所なんですけど、洗面台がもうめっちゃでかいですね。これを、こうやって使っていただくとですね、こう三面鏡になるんです。こう、後ろが見えますので、これもいいですね。で、中もですね、ドーンと、中、収納として使えるんですね。ちょっと珍しいのは、ここもね、鏡張りになってまして、もうかなりもう光がもう反射しまくって、すごく高級感のある作りですね。これもちょっとシャンプードレッサーになってます。全部このステンレスみたいなやつになってますね。で、お風呂もですね、やっぱりこれも広いです。一坪浴槽ですね。ちょっと入ってみますね。こんな感じなんですけど、やっぱり足が伸ばせるんですね。やっぱり一日の疲れを取ってくれる場所ですので、これぐらい広いともう全然違いますね。全然違います。で、このね、後ろも収納だと着替えとかね、こうやって置いとけるので、こういうスペース本当にもあれば、もうありがたいですね。で、もう一つ、こちらのお部屋、洋室なんですけども、奥がね、カウンターになってまして、かなり幅が、奥行きがありますね。で、クローゼットも、こちらもクローゼットですね。これね、本当にこまめに収納がたくさんありまして、使いやすくなっておりますね。これも見てなかったですね。こんなところにも収納がありますね。はい。これですね、本当にもう広くて、高さもあって、このものすごく広い大空間。西大寺駅から歩いてもすぐのすごい立地にあるんですけども、高級マンションと言ってもいいと思います。ものすごくおすすめの物件になっております。
賃貸のマスクでは奈良のおもてなし、奈良心でお待ちしております。ご覧いただきありがとうございました。